お前さん、このひどい雪の中をどこへ行きなさる？江戸表へ参ります。女中奉公でもと思いまして。雪の化身だからすごい別品でね、うん、色が白くてスラッとしちょってね、うん、別に言い交わした男はないのかい？いいえ、あなたはおかみさんがおありなの？美濃吉とお雪はそんな打ち明け話をし合ってね。お雪は江戸へは行かずに美濃吉の嫁になったんだわ。それで子供もたくさんできて。 あら、筋書きを飛ばしてしまったかいね。本見る行きません。 あなたの言葉、あなたの考えでなければ行きません。はいはい。なあおゆき、お前と出会う前不思議な出来事があってな。すごい吹雪の日でな、おじいと二人で山からの帰りに私森の小屋に逃げ込んだことがあった。二人ともうとうと寝込んでしまったみたいだが、ふと気がつくと小屋の中に女がおる。おじいに覆いかぶさるようにして白い息をかけておった。俺は怖くて声を立てることができなかった。美濃吉、お前もこうして殺すつもりだった。でも可愛いから悪さはしないことにした。いいかい、今夜お前が見たことは誰にも言っちゃいけない。言えばお前も殺す。よく覚えておくんだよ。階段は大層好きでありまして、寂しそうな夜ランプの芯を下げて話をいたしました。ヘルンは私の話を息を殺していかにも恐ろしくてならぬといった様子で聞いておりますから、自然と私の話にも力がこもるのです。小泉節、思い出の木より。こよなく日本を愛し、自らの名にヤクモという出雲の枕言葉を選んでまで松江を愛したハーン、彼の心を動かしたものは何だったのでしょうか。この番組は NEC、 JA 貯金、 SS 製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。まず私の方から総括的な話をさせていただきます。今回のプロジェクトのやる気プラスアルファキャンペーンの協議員たち、具体的な内容についてはあの鈴木の方から。おー、カラーが Windows がぐんと身近になりました。今度の98カラーノート、かっこいいね。そうっすか。パソコンだよ。 NEC JA 貯金では、何かと忙しい皆様へ公共料金の自動支払いをおすすめします。できるできる、ご利用ください。 JA 貯金、 JA 貯金では皆様のライフプランに合わせた貯蓄をいろいろご用意しております。ご相談ください。できるできる、ご利用ください。 JA 貯金。お疲れ様に S ファイト。その目に、その肩、その腰に、目肩腰に S ファイト。よく聞きます。
SS 製薬。疲れちゃったのよ、疲れちゃったのよ。それでも頑張る人にビタミン C とパウリン 1000mg 配合、エスカップ C1000。 SS 製薬。太平洋を挟んで日米間が一触即発の緊張で張り詰めていた1941年、昭和16年3月7日、この日ニューオーリンズで日本人参加の一つの催しが開かれていました。ニューヨークにある日本文化協会の肝入りで、チューレイン大学のハーン展示室が開設され、ラフカディオ・ハーン会が発足したのです。中心人物はハーンと親交のあったルドルフ・マタス博士、親米派の前田多聞らが出席して華やかなオープニングパーティーでした。パーティーのメニューの寄せ書きから日米間の冷たい情勢はうかがえません。大学のハーン文庫は半世紀たった今も日米文化の架け橋となっています。念願が叶ってニューオーリンズの中連大学に来ています。ハーンは末裔に来る前20年もアメリカに住んでいて、すでに個性的な作家として一家を成していました。僕はかねてからハーンの描く世界に日本より6年も長く住んだアメリカ時代がどう投影しているか知りたいと思っていました。その謎に迫れるのでワクワクしています。 This is our Jacob Aaron Memorial Room in which we keep some of our special treasures. Thank you very much. Wow. Please let me show you our Lafcadio Hearn collection.It is in the corner of this beautiful room, and we have many Japanese visitors that come throughout the year to see the collection. ここまでかな？すごいね。But some of these, 250 of these books were from the Japan Institute, and we often have local families donate their libraries to the university, and Hearn books are within those libraries. This is the cookbook.Which Lafcadio Hearn wrote. It is the first Creole cookbook, La Cuisine Creole. あ、料理の本なんだね。クレオールの。すごい。こんなものまで書いていたんですね。オイスタースタッフィングフォーターキー。なんだ、七面鳥に牡蠣の詰め物をしたという。なんだか聞いてるだけでよだれが出てきそうな。彼はなかなか食いしん坊だったんでしょうかね。This is a letter from Dr. Mattis in the front of the book. A typewritten letter from Dr. Mattis. 二人の交流は、マタスがハーンの記事を読んでファンレターを出したことから始まりました。目が悪く、いつも失明の不安に怯えていたハーンにとって、クレオール人の医者マタスは、後に最も信頼する存在となるのです。マタスさんは、おじいさんは、97歳まで生きてらっしゃったそうですけれども、ハーンのことについては何か。I remember when they dedicated the room at the Tulane Library to Lafcadio Hearn. I remember him talking about Lafcadio Hearn at that time. He mentioned Cheetah, this the novel Cheetah.Which is dedicated to my grandfather. チタは行方不明の娘を探す父親の悲しい物語です。He admired his descriptive powers, which I understand were quite remarkable, particularly since his eyesight was so bad.マタス博士の熱心な努力にもかかわらず、日米間に不幸が訪れます。戦争は文化も文化の架け橋も破壊しました。ハーン協会の活動も停止します。Actually, it arrived at the Japan Institute,
before the war and was there when the war broke out and went back to Japan with the librarian of the Japan Institute in 1950 when the birth of Lafcadio Hearn was being celebrated. The scroll was then sent to Tulane. 終戦後5年経ってですか? Yes. なんてこったい、こういう方々の松江中学1年生。うちの親父も松江中学出身ですからね。佐野さんのひいおじいさんの頃、明治23年8月にハーンは松江にやってきます。40歳のハーンはすでに作家としての地位を持っていました。日本に来たのもアメリカの雑誌社の依頼で日本旅行記を書くためでした。19世紀末は西欧の目が日本や中国に向いていた時代です。日本に着いたハーンはこの国の文化を知るには5年はかかると覚悟します。そして生活のために松江の中学校に奉職します。エトランゼにとって見知らぬ土地に来た時、言葉の通じる人との出会いは地獄に仏。英語が達者だった教頭の西田仙太郎はハーンにとって日本文化との出会いの耳と口になります。8月30日新兵の英語教師英人ラフカディオ・ハーン氏本日到着。直ちに死を旅館富田方に大人久しく新聞及び著作に従事せる人にして年齢39。本年4月初めて日本に来たり日本の事情詮索に力を尽くせり割合によく日本の生活法になれる。松江に来て2週間後にハーンは西田に連れられて出雲大社に詣でます。アメリカ時代すでに古事記を読んでいたハーン、その学識の豊かさによって外国人として初めて本殿に入ることを許されます。まあ、曽祖父が来たのはもう100年以上前なんですけれども、私は昭和49年だと思うんですけれども、あ、そうですか。小学生の時に初めて観光できまして、でこうして6年前に、まあ、こっちに住み着くようになりまして、しばしばこうやはり参拝するんですが、あ、その度になんかこう、いい気持ちになりますね、参拝した後。そうですね、なんか不思議な。それまではあのほとんど興味もありませんでした。知らなかったんですね。ただ漠然と出雲大社にそのハーンさんが来られるんではなくて、また神道文化っていうんですか、そういうものを見極めようとして来られる意図があるんだっていう作詞会場を持ってね、あの来られたと思うんですよね。だからこそあのここでの何て言うんですか、あのお扱いの仕方っていうのが非常な扱いの仕方になると思います。ハーンは出雲大社を3回も訪れています。ギリシャローマ神話と比較することのできた彼には、出雲神話は神秘に満ちた東洋そのものでした。ハーンは懸命に日本文化を探ろうとします。日本では10月のことを神奈月というが、出雲では逆に神有月と言っている。その時にはたくさんの蛇が海から陸に上がってきて、神様のお膳である三宝の上にとぐろを巻くと信じられている。これは龍神様である蛇が神のご到着を知らせるのだそうで、そうするとお使いの姫がイザナギイザナミの社へ向かうそうである。おお、この眺めの美しさ。遥か遠い湖の果てには淡いもやが長く伸び、さながら空いた至る帯のようだ。ハーンは初めて船で入った時の松江の印象を感動的に描写しています。この松江の町は
2歳まで育ったそのギリシャのレフカデという町に非常に似ているそうですね。それはその後母と別れて、二度と会うことのなかった母親の新書風景とも重なってるのかもしれません。こっちの言葉で言うとこうのぼせもんって言うんですけどねなかなかののぼせもんだったんじゃないかなと松江の町とレフカデを照らし合わせて、母親への、同型とも合わせてのぼせてしまったんでしょう。ハーンは人間の心の揺らめきを素晴らしい洞察力で描いた作家でした。その文学の背景には彼の複雑な生い立ちがあります。アイルランド人の軍医チャールズ・ブッシュ・ハーンを父に、ギリシャ人の村娘ローザを母に、ハーンは1850年ギリシャのレフカダ島で生まれました。しかし2歳で父の故郷ダブリンに帰ります。父親の家族と同居することになった母と子は孤独でした。ローザは英語が全くしゃべれなかった上に、頼りになるチャールズはクリミア戦争に出征していたからです。戦場からチャールズが帰った時、夫婦の仲は完全に冷え切っていました。ローザはハーンを残し、身重の体でギリシャに帰らされます。ハーン親子を捨てた父親はさっさと再婚。5歳のハーンは父方の大叔母ブレナン夫人のもとに預けられました。読書好きの少年は13歳で名門の圧勝校に入学します。そこで彼を待っていたのは忌まわしい事故でした。ロープを使った遊びの最中にその結び目が当たり、16歳のハーンは左目を失明します。運命はさらに追い打ちをかけます。ブレナン夫人が破産し、学校も退学。そこからハーンの長い放浪の旅が始まるのです。あ、いつもお世話になってます。先日はどうもお世話になりました。あ、ゆうべお世話になりました。ラッパのマークさん、いつもお世話になってます。お世話になってます。あ、どうも。あ、こりゃどうも、いつもお世話になります。お前ずいぶんあちこちお世話してんだな。下痢、食あたり、水あたりにラッパのマーク。対抗薬品のセイロガン。携帯用もラッパのマーク。フェイス2フェイス育つ氷まわり、いつでも引き出せる野村の MM ファンドひまわり。お求めは50万円から。野村証券です。ちょっとだけ私赤い顔で優しいを痛めるの。スキッとしてる。爽快ビール朝日生ビール Z。秋の限定朝日の生収穫祭。今年の秋は収穫祭。日本が明治維新という革命を成し遂げた翌年1869年、ハーンは単身アメリカに渡ります。多くのヨーロッパ人が試みたように不遇からの脱出を図ったのです。ハーン19歳の時です。遠縁を頼ってアメリカ中部の町シンシナティに来たものの、相手にされませんでした。路頭に迷っていた青年に手を差し伸べた人がいました。同じアイルランド系移民だった印刷屋のヘンリー・ワトキン。貧しいけれど誇り高い青年に、かつての自分の姿を見たのでしょう。シンシナティはハーンがワトキンの後ろ盾で物書きとしてスタートした町です。この町に来て2年後、エンクワイアラ社に入社し、
たちまち頭角を現します。そこで新聞記者としての名声を決定的にするなめし川工場殺人事件を書きます。示していた。血痕は四散し、鉄製の六股の熊手が一方の壁に立てかけてあった。血のりと髪の毛がべっとりと付着していた。その傍らにあったほうきも杖も真っ赤に染まっていた。恐るべきことは、この惨めな被害者は生きたまま高熱炉の中へ押し込まれ、燃え盛る炎の中に突っ込まれて、死にゆく人間が経験しうる最も凄惨な苦悶をなめたはずだ。凶悪な犯人が熊手を使ってその体をさらに奥の地獄の火の中へ突っ込んだ。その時男の血まみれの衣服に火が燃え移って、男の意識が蘇ったに相違ない。男は助けを請うて反狂乱の叫び声を上げる。しかし見る間に叫び声はかすかになっていった。その時の新聞が図書館に保存されていました。新聞なんだ、新聞のファイルすごい古い、なんとボロボロです。すごい取れかかってる。The binding is of the paper is very bad, but the quality of the paper is still fairly good in the 1870s. Hearn の記事はどれでしょうか? And his article starts where? The entire front page, as far as I can see. もう第一面全部ですね。なるほど。もうじゃあトップライターですよね。ということはこれが。これがなめし川殺人事件の記事ですね。これが煽ったわけだ。ああ、焼かれた被害者の。ああ、ね。ハーンがこれを書いたってそこに書いてあるそうです。ああ、そうか。絵もうまいですもんね、ハーンは。I like his reportage very much, simply because I'm more familiar with the things he writes about. I mean, I can still walk the streets and find signs of the things he wrote about. One can read Cincinnati history, and he helped to report it. So I think just out of local prejudice, I tend to go more for Hearn as the reporter.そのなめし川の炉のあった場所とかどの辺なんだろう。なんかやっぱり怖いな。Between November 1872 and April 1878, Hearn wrote 439 news stories, features, essays, and reviews are important in the reconsideration of Hearn's developmentas a writer and as a reflection of American journalism in the late 19th century. Hearn refined and polished his journalistic style and established a literary reputation for the sensational and often macabre. Hearn always had a profile. Yeah. He never had a straight-on photograph. Yeah. Because of his eye. Yeah. But I wanted a front view. So I commissioned an artist who lives in near Portland, Oregon, to draw this for me. I supplied her with photographs of Hearn, and she did additional research and determined that if at the age when he was in Cincinnati covering the Tanyard murder, this is what he would have looked like if you had a frontal view of his face.愛に飢えているものは自分に注がれる視線に敏感です。
25歳のハーンは下宿のまかないをしていたマティと恋をします。白人と黒人の間に生まれ、しかも南北戦争前は奴隷だった彼女への同情がいつしか恋に変わっていたのです。子連れのマティとの結婚、奴隷解放後といっても白人と黒人の結婚が禁止されていた時代です。法律違反で新聞社をクビになり収入が途絶えると、マティは元の奔放な女に戻ってしまいました。結婚に敗れ、ハーンは再び旅に出ます。失意の彼は外輪船の乗客となります。その時ポケットには10セントしかありませんでした。ニューオーリンズはハーンが27歳から39歳まで12年間暮らした町です。黒人や混血のクレオール人の多いこの町は、やはり混血児であるコンプレックスの塊のようなハーンにとって居心地が良かったのかもしれません。この辺りは観光保存地区で、ハーンがいた頃の雰囲気が残っています。崩れかけた南の楽園とハーンが書いたニューオーリンズ。この町での12年間にハーンはジャーナリストから作家ハーンになります。フランスの幻想作家の作品を訳し、自らもファンタジックな短編を出版します。30半ばの孤独な彼を支えていたのは作家としての野心でした。ハーンは高価なカメラを持って西インド諸島のマルティニーク島に渡ります。そこで彼の心を捉えたのは自分の肌の色に近い女たちでした。いつも書く材料を探していたハーン。1884年に開かれたニューオーリンズ万国博覧会は異国へのイメージをかきたてる祭りでした。ピエール・ロチと文通しお菊さんを読んでいたであろうハーンは、日本の精巧な工芸品にたちまち心を奪われます。日本展示室の服部一蔵はそんなハーンに丁寧に解説し、後にこれが縁で松江中学校への就職の世話をします。ハーンは自分の目で日本を見ようと決心します。疲れた日本に再び彼が問う。5種類の競争生薬とビタミンが効く滋養競争にエスファイトゴールド内服液。疲れた日本に彼が送る5種類の競争生薬とビタミンが効く滋養競争にエスファイトゴールド内服液。疲れた日本に新登場 SS 製薬。社会に対する責任だね。責任ですか。そう、これからはね、責任時代だよ。んなことあんたに言われたくない。責任時代。住友生命。俺はこの世で一番無責任。皆さんパーッと生きて行きましょう。責任時代。住友生命。課長島耕作、ムーバで留守番電話する。これから会議だから留守電に入れといてくれ。こちらは NTT ドコモ留守番電話。留守電ですか。また女の人でしょう。どうかな。パパ元気ですか。ナミは今日テストで100点取りました。今度入院。あなたに代わってメッセージを受け取るムーバの留守番電話サービス、ドコモ。松江での生活が始まると、ハーンはたちまち記者精神を発揮して精力的に取材をします。その頃西欧では気候文学が花盛りで、ジュール・ベルヌの80日間世界一周がベストセラーになっていました。その本のことが彼の頭にありました。
ハーンは地元の人でも恐ろしがって近づかない島根半島の洞窟にも摂の案内で出かけます。子供を亡くした母親が我が子の形見を持ってくる際の河原、加賀のクケド。小学生の時だったからな、やっぱり入った途端に全身鳥肌が立ってしまったの覚えてますけど、今も全くそうですね。なんだろう、物がすごいな、やっぱり。ハーンは見てどうって西洋人だからとか関係ないですね。もうこれは見てしまえば、非常的なおどろおどろしい光景、日本文化が時折見せる異形の世界、これこそはハーンが求めていたものでした。子供の亡霊は夜のうちだけ地蔵の足元に石の塔を積みに来るのである。何でも石は毎夜違っているそうである。人の見ていない時ならなぜ昼間でも積まないのだろうと聞いたら、昼間はお日さんが見ていらっしゃるとの答えであった。なぜ海から来るのだろうかという問いに対して私は満足な答えを得ることはできなかったが、おそらくこの国の不思議な想像の中にはよその国の国民にもこういう例はたくさんあるが、水の世界と亡霊の世界とにはある神秘的なつながりがあるという原始的な考えが今でも残っているのに違いない。ハーンは松江に住んで初めて東洋の神の懐の深さを知ります。キリスト教の絶対的な神ではなく、全てを受け入れてくれる寛大な日本の神々、そこに心の安らぎを感じていきました。神が身近な暮らしの中にあることを鋭い観察者であったハーンは見逃しませんでした。願掛けの印の白い紙が無数に貼り付けてあって真っ白になっていたとハーンは書いています。寂しい少年時代を過ごしたハーンにとって子守稲荷は胸を打たれるところだったのでしょう。朝午前4時、三保の関、東屋と呼ばれる氏子代表の禊。一年間こうして神にその身を捧げます。ハーンも三保の関の人々の風変わりな信仰のことを書いていますが、今でも神々の国の習わしが受け継がれています。理性や契約に基づいた西欧社会の文化、それと異なり神道や仏教、民間信仰の伝統の上に成り立つ日本文化。ハーンは2つを比較しながら日本文化に惹かれ、神々の国の人となっていきました。女人を遠ざけ一年間精進する東屋、食事も神様の膝元で大きな箸でいただきます。僕が松屋に住んでいた頃はそんなに意識しなかったんですが、こうして戻ってみて改めて見渡してみると、暮らしの中に神を祀る行事が多いことを感じます。神々の国の首都そのものです。ハーンが来た明治23年は
日本が近代国家への道をひたすら進んでいた時期ですが、末裔にはまだ封建時代以来の土俗的風土が色濃く残っていました。ハンは今度も身の回りの世話をしてくれる離婚歴のある女性に惹かれました。節23歳。節は来るよも来るよも出雲の民話や今昔物語など日本古来の話を語ってくれました。千夜一夜物語のシエラザードだったのです。節、今夜特別怖い話ないですか？また怖い話ですか？うん、そう、出雲の侍の奥方が重い病にかかったげなわね。うん、死ぬのは怖くはございません。ただ一つ気がかりなのは、いずれご当家へどのようなお方が後添えに見えるか、それが知りとうござります。何を申す、二度の縁組などするものか。だども奥方が亡くなってね、五歳を迎えてしまうんだわね。ある日侍がお城から戻ってみると、刀で切りつけたわね。幽霊の強肩びらも髪の毛も皆バラバラに飛び散ったわ。じゃが幽霊の手はカニが落ちた身をがっちりとハサミで挟んでるみたいに離さなんだわね。なんぼひどい話。復讐なら男にするべきではありませんか？それは男の人の考えです。女は女を恨みます。JA 貯金では皆様のライフプランに合わせた貯蓄をいろいろご用意しております。ご相談ください。できるできる。ご利用ください。 JA 貯金。貯金では全国の JA はもちろん全国の銀行へもお振り込みが手軽にできます。できるできる。ご利用ください。 JA 貯金。あなたもあり翼がある鳥たちの夜空へと美しいわ。みんな綺麗になる力を。どうも、はじめまして。どうも。私、西田。あ、あれ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 。ちいちいさいさいとりっきりコニカ、もっとみに切り替えも新登場、コニカ。ティッシュ、西田か。ティッシュですね。はい。あ、あれあれあれ。ちいちいさいさいとりっきりコニカ、もっとみに切り替えも新登場、コニカ。日本文化の語り部であった節。しかし英語で書かれた夫の本を読むことはできませんでした。ハンは14年間の日本生活で13冊の本を書いています。その7冊目の日本雑記は一人のアメリカ女性に捧げられています。エリザベス・ビスランド・ウェットモア夫人。ビスランドはこの時すでにニューヨークで結婚し社長夫人になっていました。かつ
てニューオーリンズの新聞記者時代に同僚だった2人。ハンの記事を読んで新聞記者になったビスランドはハンより一足先に日本に立ち寄っています。アメリカを立ち去るときに具体的に結婚を申し込んだ形跡がありますけれども、しかし、それは成就しませんでした。ハン自身にやはりそこまで強く迫ることのできなかったなんか心の弱さ、そんなものがあったかもしれませんね。昇進のあなた、写真を撮るときはいつも横顔を見せるかうつむいていた。あなたの目のことなんか誰も気にしてはいなかったのに。見つかりましたか、あなたの宿命の女、永遠の女性。その人を探すために旅立ったんでしょう、それとも私から逃げるため。This to an unseen friendThough never until the end of time I should see your face, yet always in every place, wherever my steps I take, I shall carry this thought or grace, somewhere I have a friend. ハーンにとってのビスランド。彼女のルーツを知りたくて、ようやくミシシッピ沿いの町ナッチェスに子孫がいることを突き止めました。I have about 30 acres and my uncle lives next door, my aunt, and they have about 1500 acres that surround us. この敷地一帯を全部、親戚一同で持ってるそうです。ここにエリザベスも住んでたわけですね。すごいお家。うわ、綿農園の大地主の娘だったビスランド。ハンの少年時代と比べて何という違いでしょう。ハンが彼女に気をくれしたのは無理もありません。Well, I get the feeling that she was a liberated woman. That she was one of the first that wanted to break the trend of women being tied to the home. And since she didn't have any children, she was free to go out and work in the world and be a journalist and travel with her husband and go places and do different things. So.ハンの愛に応えられなかったビスランドは彼の死後伝記を書きました。ハンはいつも虐げられた者にひそやかな共感を抱くと同時に優越感を持っていた節があります。離婚歴のある節への愛情には彼女への同情も手伝っていました。それはハン自身の劣等感の裏返しだったかもしれません。三味線を抱えて七つか八つの男の子を連れた女が私の家へ歌を歌いにやってきた。女は生まれつき器量が悪い上に無ごたらしい放送にかかったため二目と見られぬ顔になっていた。女の引きつったような醜い唇からまるで思いもかけない奇跡のような声が泉のごとくせせらぎのごとく吹き湧いてきた。日本の生活の裏悲しさ苦しさがそくそくとして私の心に通ってくるような気がした。ハンは根っからのジャーナリストでした。沖に西欧人が一人も行っていないと聞くとすぐに興味を持ちます。ハーンは松江の後熊本に移り住んでからもわざわざ沖に旅しています。島の人々の純朴さがよほど気に入ったのか、この島は正直者ばかりで泥棒がいないと絶賛しています。挙句の果て家を建てたいと言い出し説を困らせます。
ふるさとのギリシャのレフカダ島のイメージをダブらせていたのでしょうか。この菱浦をハーンは鏡の海といい、この島に伝わる子守唄の歌詞まで書いています。ねんねこ、お山のうさぎの子、なぜまたお耳が長いやら。ハーンは子守唄を聞いた後、子供の葬式に出会ったことを書いています。ハーンと摂は行事があるたびにその地を訪れました。お盆には少量が藁の船で海を渡って冥土へ帰っていくと書いています。その意味を説明するのはいつも摂の役目でした。松江の人摂を育んだ山陰の厳しい風土と暮らしの中のおおらかな笑い、ハーンは松江から熊本、神戸、東京と移り住みますが、彼のそばには妻摂を通していつも松江がありました。一年間男たちにしっかり働いてもらうために妻たちが編み出した知恵と献身、愛人から正妻の座についた摂も山陰の話をてんこ盛りにしてハーンの作家活動を支えたのでした。あまりの寒さに1年3ヶ月で松江暮らしに見切りをつけ熊本に移ったハーン。その頃ハーンは悩んでいました。長男が誕生し、摂の献身を目の当たりにするとアメリカに帰りたいと言い出せず、彼の迷いは一層強くなりました。私は決して日本人になりきれないと西田仙太郎に孤独を訴えています。白状な父親、冷酷な夫にはなるまいとしたハーンが迷いの末に見出したのは日本に帰化することでした。ヤクモタツの和歌から取った日本名Koizumi Yakomo。日本文化を愛した外国人はフェノロサ、モラエスと数多くいますが、日本人になったのはハーンの他にありません。There's an ongoing interest, more perhaps in the individual and peripherally some of his works today, but that will continue because he is an extraordinary person. What the Westerners felt in the late 19th century, don't forget, they still look down on Asia and Asians. And if they came, even we, when we came to Tokyo,we were stunned. We saw things. We thought, how did these people dare to start a war against the United States? Because so many of the things were, the material things were unsophisticated. They were primitive. He says, the Japanese have many, many interesting and valuable qualities, and we cannot look down on them in every respect.That means we can look down in most respects. 1904年9月26日、ハーンは東京大久保の自宅で自分の死を予告し、黄泉の国へ旅立っていきました。54歳でした。私の娘のヤクモと申します。まあ、彼女の名前で縁があって、まあ、こういう番組ができたと思うんで、ね、いろんな意味で感謝しなきゃなと思っております、本当にありがとうございました。ハーンが生涯愛し続けた松江、そこにはハーンを作家に育てたアメリカを超える世界がありました。西欧が失いつつあった素朴な信仰と人情、摂という一人の語り部から日本の魂を写し取ったハーン、それが世界の人々の心を揺さぶり、ハーンを不滅の作家にしたのでしょうか。
おゆき、こうしてお前を見ていると、お前そっくりの不思議な女のことを思い出すんじゃ。どんな方ですの？ぞっとするほど美しい女じゃった。それは私じゃ。この私じゃ。おゆきじゃ。一言でも喋れば命を取ると言っておいたのに。じゃがの、子供のことを思えばそなたの命はもらわぬ。子供を大事に育ててください。マルチで何やってるの？占いしてるの。キュアジマルチで？うん。さあ、二人の相性はどうかな？最高の相性です。どんな苦労も二人で乗り越え、ちょっと向こう行っててくれる？彼に大事な話があるから。幸せになれるでしょ。ね、すぐできる、すぐ楽しいキュアジマルチ。もう遅いから帰りなさい。あ、はい。三菱から全く新しい発想の RV が生まれた。多彩なシートアレンジ、たくましい行動力、新提案デリカスペースギア誕生。次こそパジェロ、先方のパジェロに魅力のプライスゾーンを加え、ニューパジェロ登場。この番組は NEC、 JA 貯金、SS 製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ゆとりってやつですかね。ユニバット、ねえ撮って、もっと綺麗になったでしょ。早く大きく、たかし兄さん、うん、今一番の大望遠パノラマズーム135新発売。ミノルタ、一緒の時間が家族の時間、自然がどっさり、季節がどっさり、おいしいよハウスのシチュー。うわー、いっぱい買い物しちゃったね。うん、はい、どうぞ。あ、私です。つい見とれちゃった。ファミリアだ。パパが欲しい車だよね。これだ、これだよ。しっかりボディの新方向ファミリア。あ、ネオも来た。一日一本、ユンケルパワー。ユンケルパワーで頑張り、俺疲れたな。ユンケルハーバル皇帝駅。ブロムサート。新作が登場して1年、キリッと辛口、大人の爽やかさが大変愛されているようである。私は嬉しい。ロッテクールミントガム、やっぱりガムはロッテです。あっ、遅くに休んのになっちゃうよ。抜け毛、抜け毛が気になったらヘアチェック、髪のプロがヘアケアをアドバイス。00クロクロへ。いや、チェック当たり前。大きいな。大きいですね。なんだか大きな気持ちになるな。大きな気持ちになりますね。天下取ったる。北海道はビールだ。まったく。札幌北海道生ビール。こんにちは。今日正午前、栃木県宇都宮市内の繁華街にあるタクシー会社に拳銃の弾一発が撃ち込まれるという事件がありました。
事件があったのは宇都宮市馬場通り4丁目の合同タクシーで、今日正午前、何者かが路上から車庫内に向けて拳銃1発を発射して逃走したと警察に届け出がありました。警察で調べたところ、